皆さんこんにちは、シレスポーツクラブ IT 広報担当の三宅です。シレスポーツクラブ代表多田大輔です。はい、本日はインタビュー企画第3弾ということで、元日本代表田代雄三さんにお越しいただきました。田代さん、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。田代です。はい、田代さんは日本代表、そして J リーグの鹿島アントラーズやヴィッセル神戸、セレッソ大阪でフォワードとして活躍し、2017年にオーストラリアのウーロンゴンウルブスに移籍と、現役引退後の現在はオーストラリアで日本人、オーストラリア人向けにサッカースクール経営をされています。多田代表と田代さんはいつからのお付き合いなんでしょうか？僕の記憶によると高校3年生の国体からぐっと距離が近づいて仲良くなった印象なんだけど、雄三何かある？いや、もう多田さんはすごい有名だったんで、僕は高1からずいやもう高1からずっと知ってたんですけど、でやっと高3の時に僕は県選抜とかもうそれまで全く縁がなかったんですけど、その国体でやっと同じチームになれて、多分話すようになった。だからもう雲の上で多田選手は有名だった。いやでも高校の時やっぱりみんなそう言ってくれるよね。どこでどう道を間違えたのかね。いやプロになってね、活躍してたやん。いやでもそう、高3の時の国体かな。それこそ大久保選手、前インタビューさせてもらったんですけど、あの時に話をした国体の決勝で8対0で怒られた時のメンバーです。プロに入る前からの仲ということですね。そうね、高校の時に、その国体の時に田代選手、雄三がブレイクをして、ただ当時進路がまだ決まってなくて、福岡大学が決まってたのか、プロの道、その時は、選ばなくて、で、当時僕がセレッソ入団した時にスカウトの担当の方から、誰かいい選手いたらすぐ紹介してくれっていう話をしてもらってたんですけど、その時に雄三を強く押したんですけど、当時ペペの僕にスカウトが耳を傾けることもなく、でその4年後ですかね、もうやはり大ブレイクした、雄三に、興味があるからぜひ練習参加でもしてもらえないかって話を振ってもらった後に来てくれたんですけど、セレソの練習に。でやっぱりもう大活躍というか、いやぜひ欲しいから大輔口利きをしてくれと、で、そういう話にもなって、俺の方からも雄三に一緒にやろうぜぐらいは言ったと思うんだけど、で当時鹿島アントラーズから同じく興味があるとかオファーなのかっていうところになって、いやそれは当時のセレッソと鹿島アントラーズは、いやそうだよなと思いながら、結局鹿島に当時雄三は、行ってしまったというか、うん、だその時やっぱりスカウトから、いや大輔どうにかって言われたんだけど、俺からすると高校を卒業の時に紹介したのに、そこで言っとかなかったらそりゃしょうがないよねっていう、なんかちょっともやもやっとした思い出はあるんですね。すごい、なんかありがたいですね、そうやって。結局ね、一緒にできなかったから、うん、もやもやっとするよね。いや紹介したの。そうですよね、4年かけてアプローチしておいたら違ったかもしれないですね。そうなんかね、記憶によるとね、大学1年かなんかの時に博多の森競技場に試合に来たのよ、ただがセレッソで、で、ヨシトもその時多分サテライトにもいて、で、試合後にスパイクもらったの覚えてるわ。俺から？うん、スパイクちょうだい。偉そうにね。そう。偉そうにね。あ、でも本当に。多分大学1年の初めの頃だから、まだスポンサーももらえてなくて、で、ただに言って、試合見終わった後に、で、ヨシトと多分出てきて、でスパイクもらってありがとうねって言って話してて、でヨシトが横でムスッとしてたんよ。人見知りするやん、ヨシトって。最初に会った人見知り。そうね、そうね。で、俺会って話したことなくて、それまで。で、俺も友達と来てて、帰りに、なんか大久保ヨシトすげえ感じ悪かったねって言ってたら、友達とね。したら、後ろにヨシトの母ちゃんがいて、ああ大久保ヨシトの母ですって言われたの。
感じ悪くてごめんねって言われて。なるほどなるほど。よしとはね、人見知りするからね。慣れればめちゃめちゃいいやつだけどね。あ、まあ僕も一緒にあのヴィッセル神戸でしたんです。あ、そっかそっか。その後に。まあその話はしてないけど多分。よしと。動画で知ることになると。そうそう。じゃあ、一緒にプロでプレーされたことっていうのはないんですか？ないね。ないよね。セレッソに練習参加した1週間とかそれぐらいだよね。そうそうね。そうね。そうなんですね。でもその後、田代さんはセレッソにも入られて、ね。はい、そうですね。もう本当にあのキャリアの最後の方ですけどね。はい。縁があるなと思いましたね。それこそあの声をかけていただいたあの方が小菊さんっていうんですけど、でその大学3年4年の時にもずっと声をかけていただいてたのも小菊さんで、で多分ね、ただくんも言ってくれてたのも多分ただ さんとか、あ、ただね、小菊さんとか田村さんとかだったと思うんやけど、でもそこから直接、まあ、僕はアメリカに練習参加してたんですけど、 MLS にチャレンジしたいと思って、で現地というか、まあ LINE かなんか、なんか直接連絡もらって、もし日本に戻ってくることあったらセレッソ大阪の力になってほしいっていうのを言ってもらえて、でまだその夢の途中だったから、まあこれが一つ片付いたら、ちょっともしチャレンジ失敗とかなったら、あのでいいなら話を聞いてほしいですっていう感じで、で結局日本に戻ってきて、あのチームをやっぱ日本の J リーグのチームに入った方がいいなと思ってさ、まずは。で、声をかけてもらった、まあ、セレッソ大阪にまた縁があっていくようになった感じですね。小菊さんはもうあのめちゃめちゃいい人なんだけど、練習でめちゃめちゃ走らされた記憶しかない。そう。今も本当にキャンプに来てくれたら、毎回のように会って、話させてもらう。うん、めちゃめちゃ人いい。いいよね。もう大好きだった、本当に。小菊さん、スカウトの方の数年越しの思いも叶ったということだったんですね。そうですね。だから十何年越した、なんだろう、十何年とか越しぐらいに、まあ、行けたんで、ありがたかったですね。まあ、僕、ヴィッセル神戸にいたから、都合のいいチームが、都合のいいっていうのもなんかいい。距離的にもね。いや僕間に住んでたんですよ、本当セレッソの練習場とヴィッセルの練習場と灘区ってとこに住んでたんで、うん、もうセレッソにも25分、ヴィッセルの練習場も25分ってとこに住んでたから、で子供の学校区も変えたくないなと思ってて、で、うん、だからすごい 縁があったなと思いますね。今日はサッカーにまつわる質問を5つお伺いします。オーストラリアタイでどのようなサッカーで違いがあるのか。チリへ応援したいと思った方は絶対ボタン、チャンネル